ライトだ。 KJ アートに着いた。お前は？近くまで来てる。もうすぐだ。今見てるけどよ、ビル中のブラインドが降りてる。中の様子がわからねえ。本当に人質はここなのか？相手は関西の強霊会だ。そういくつもこっちにアジトはないだろうし。それに、それに隠したいものがあるからブラインドが降りてるんじゃないか。聖夜の妹がそこにいる可能性は高いよ。なるほど、そりゃ怪しいな。わかった、俺はこの間のとこで待ってる。 KJ アートを見下ろせる屋上だ。いいな。相変わらず中の様子は見えねえ。どうする？まず強行突破はなし。敵の数がわからないし、人質を盾にされる。変装もさすがに警戒されてるだろうな。じゃあどっか侵入口見つけて忍び込む感じか？ああ、それしかないな。そうだろうと思ってよ、いい作戦を立てといたぜ。へえ、どんな？まず俺がビルの正面で騒ぐ。で、連中の目引いてる間にお前が入り込んで人質を連れ出す。作戦ってそれだけ？バッチリだろ。あ、まあ、で、目を引くって何やんだ？それは、そん時がクリアわかる。ただまあ、お互い体の張り時だ。おう、なるほど。中で女の子が心細くしてんだろ。早く助けてやろうぜ。分かったよ。俺は侵入口を探す。見つけたら合図。クソガキいるか？元松金組の怪盗だ。村瀬出さねえとこのビル燃やすぞ、こら。おお、上等や。そこおれよ、我逃げんなよ。行け、タボ、今がチャンスだ。分かった、死ぬなよ、怪盗さん。度胸しとるの。よう逃げんかったやないか。我も終わりや、クソガキや。なんだお前らは。村瀬を出せっつってんだよ。雑魚じゃ話にならねえ。早く呼んでこい。少しだ。開いた。
よし。さらった子どこだ。知らん。俺は下っ端やから何も知らされてへんのや。はあ、なんだよ、使えねえな。とりあえず上に行くしかないな。
し。よし。よし。いい加減にしろよ。クソが。まだ元気があるんなら、いろいろ喋ってもらおうか。さらった子はどこだ。いや、応接室におる。応接室だな。素直で結構。応接室の扉の暗証番号は。言うわけないやろが。状況を理解した方がいいぜ。こっちは時間がないんだ。もう一度だけ聞く。これが最後のチャンスだ。応接室の扉の暗証番号は1370や。1370だな。ありがとうよ。聖夜の妹だな。もう大丈夫だ。助けに来た。八神やろ。いつの間に。その子解放しろ。今すぐにだ。解放？なんのこっちゃ。この通り縛ってるわけでもない。いつでも好きに帰れるやんか。ああ、なるほど。あんたらも堅気の。わけか。まあ、裁判の間だけしのげたらいいんだもんな。考えたね。けど、それじゃ言い訳にならない。は？縛って拘束する行為だけが監禁じゃないんだよ。もうちょっと勉強しな。やかましい！ちなみに、逮捕。監禁罪は3ヶ月以上7年以下。当然怪我までさせたらもっと長くなる。そん時は殺して薬で溶かしたるわ。死体が出んかったらそれでしまいや。はい、脅迫罪。また一個罪重ねたね。くそ。
おう、このガキ口利けんようにされ。そこにおれや、ヤガミ。村瀬さん、なあもういいだろう。これ以上騒いでも泣き見んのあんたらだけだ。羽村にはアリバイがある。久米をやったのは別の人間だ。だから聖夜の証言止めんのにあんたらが体張る価値はない。なら久米は誰がやったんや。それはまだ分からない。ただ羽村ならそれを知ってる。あいつは真犯人とグルだったはずだ。何やと。事件の夜、久米はアムールを出てからあんたに連絡するでもなく姿を消してる。その後は町中の防犯カメラにも映らず、目撃証言もない。俺が思うに、久米はアムールから解放されなかった。羽村から真犯人に引き渡されたんだよ。そして羽村がサウナでアリバイを作ってる間、真犯人は別のどこかで久米を殺し、その目はえぐり出した。筋は通っとるな。羽村が無所に入ったらどうやって今の話を確かめる。せやから羽村は泳がせろっちゅうわけか。証言止めるために女の子を脅すよりかはスマートだ。こんなもん大の大人が何人も集まってやる仕事か。ふん、分かったわ。いけや、今日は探偵さんの同居を褒めといたる。どうも。防犯映像の中で僕を殴っているのは、今この法廷にいる松金組の羽村さんです。思い出しました。間違いありません。では先ほどの発言は撤回されますね。はい、すみませんでした。裁判長、この証人の発言には全く信憑性がありません。弁護人、いかがですか。
証人に動揺があったことは認めます。ですが初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはずです。今弁護側は証人の信憑性に疑いを持っておりません。スターダストというカムロ町のお店、つまりホストクラブですね。証人はこちらに何年お勤めでしょうか。だいたい2年です。そのわずか2年の間にあなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。何？何の話？あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでしたか？それも多額の金品を貢がせた時にはすぐにでも結婚できるような素振りを見せる、調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。そんなあなたへの訴え相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか。証人の裏付けだけであの映像の人物を被告人とするには不十分ではないでしょうか。であるならばやはり被告人のアリバイは成立しません。以上です。弁護人から何かありますか。言葉の信憑性という点について一つ検事にお聞きしたいことがあります。はい。その前に先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしましょう。くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした。今映ってるのはあなたですね、ケンジ。え？ええ。そして行っていたのは防犯映像に映っていた被告人と証人の行動の再現でしょう。違いますよ。え？いや。だとするとおかしいですね。ケンジは先ほどサウナ周辺の防犯カメラ映像は一切確認していないとおっしゃった。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。またご自身でもその周辺の確認には行っていないとおっしゃった。でも実際に行かれておられます。なぜそんな嘘をついたんですか。嘘なんかじゃ。事件当夜のこの映像は見ての通り必ずしも鮮明とは言えません。だからもしも検事がここに映る人物を被告人ではないと明確に否定したのなら話はわかります。でもあなたは否定するでもなくわざわざ映像を確認していないと言った。おそらくあなたは映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれないと思ってしまったのでは。少なくともその可能性を否定しきることができなかった。だから嘘をついた。違います。あなたのその言葉に信憑性はあるでしょうか。あなたは先ほど堂々と嘘をついたんです。そして残念なことに今この法廷で被告人の有罪を主張しているのはそんなあなたの言葉だけなんです。被害者の久米が殺害された時刻、羽村は朝までサウナ御殿に入ってた。防犯カメラに映っていた映像と羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち、アリバイが成立した以上羽村は久米殺害犯ではありえない。主文、被告人羽村恭平は無罪。
これから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。判決は正しい。羽村は確かに久米殺害の実行犯じゃない。ただし、その協力者ではあったはずだ。俺は闇に消えた真犯人をモグラと名付けた。土の中で目の見えないモグラは被害者たちの目玉をその鋭い爪で奪う。そして今もカムロ町のどこかで息を潜めている。弁護士であれば被告人の無罪が証明されたこの時点で仕事は完了する。でも俺は弁護士に復帰したわけじゃない。事件が白黒つくまで追いかけるかは全部こっちの勝手だ。狭い町で商売するからには弱小探偵事務所にもメンツってもんがある。つまり羽村やモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。八神さんですよね。お元気そうだ。カムロ町の探偵業は順調ですか？あんたも傍聴に来てるのは分かってたよ。けど挨拶する義理はないんでね。私はジャーナリストとしてあなたの声を聞こうとしただけです。何も個人的な恨みがあったわけじゃありません。殺人鬼を野に放ったインチキ弁護士、俺がどう取材に答えようがあんたの書く記事はいつも一緒だった。忘れないでください。あなたが野に放った殺人鬼に可愛い娘を焼き殺されたご遺族、彼らは今も苦しみ続けています。それなのにまさかまた法廷に戻ってくるつもりじゃないでしょうね、八神さん。誰もそんなことは言ってない。そうですか。それなら結構です。2018年、カムロ町では関西から進出中の極道たちが次々に殺され、その目をえぐり出されていた。かつて弁護士だったカムロ町の探偵八神隆之は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在をごく間近に感じる。名もなきその殺人鬼に八神はモグラと名を付けた。